こんにちは。建築情報学会チャンネル。第43回の建築情報学会チャンネルになります。よろしくお願いいたします。で、本日のホストは、竹中工務店 BADC の勝也とがやりまして、ゲストはですね、株式会社アンドパッドの新規事業担当の、執行役員の今井良介さんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今井さんとは私も仕事の付き合いとかいろいろあるんですけども、結構楽しいというか、本当にアンドスパッドさん知ってらっしゃる人方はわかると思うんですが、いろんなサービスを展開されていて、それの社会実装っていうものを、牽引しているような会社さんかなと思っております。その中でも今井さん本当にデジタルとかビームとか、そういったところを、強みにいろいろ事業開発をされている方なので、ぜひ、細かいお話というか、考えをお伺いしてですね、皆さんにインスパイアされていただければな、というふうに考えてございます。皆さん、よろしくお願いいたします。よでろは、しくお願いします。まずはプレゼンテーションをいただいてもよろしいでしょうか。はい。じゃあ、まずちょっとスライドをちょっと共有させていただきながら話せればと思います。よろしくお願いします。お願春日さんとは、ですよね、もう1年以上の付き合いにはなるんですよね。そうですね。誰から紹介されたかあんまり覚えてないんですけど。石田さんとかかな。はい。そうですね。それなりに。はい。ではでは、よろしくお願いします。はい。そうですね。改めまして、アンドパッドの今井と申します。僕もですね、もともとは日本設計というところ、設計の仕事をやってまして、6、7年建築の設計をしました。で、その後ですね、新規事業開発、ブランド開、新規のブランド開発するような会社に入って、その後独立した上で、アンドパッドに3年前からジョインしております。ちょうど5月から、2020年の5月からだったので、もうちょうど3年、丸3年に今なって、4年目に突入って感じですね、今。で、アナパッドではですね、新規事業開発というところで、今日いろいろとネタをお持ちしているんですけれども、実際にプロダクトとしては、アンドパッド図面というプロダクトを作ったり、あと、VIM のプロダクトであったりとか、3D スキャナーのプロダクトであったりとか、あとは、そういうプロダクトを武器に、いろんな顧客と一緒に共同開発みたいなことをしたりしておりますっていうところが、やってることです。で、ちょっと多分見られてる方、まだまだアンドパッド、たまに CM も流れたりとかするんですけれども、知らない方もいると思うので、ちょっと紹介をさらっとさせていただきたいと思います。アンドパッドはですね、いわゆるコンストラクションテックという文脈の中で、建設現場でのプロジェクト管理をするサービスになっていて、そこから派生して、もともとは現場の監督と職人さんからだったんですけれども、営業の方、積算の方、あとは設計の方まで幅広く使われているような今、プロダクトになっています。で、アプリと、ウェブ、それぞれあって、ベーシックなところで資料であったり、写真の管理、あとは報告での機能で、その安全管理であったりとか、KY 広告みたいなところにも使われたりとか、あとは工程ですね。これちょっとネットワーク工程みたいなのはないんですけども、バーチャートで使われていたりとか、あとはチャットですね、という使い方で、現場ごとに、メンバーを作って、監督であったり、その社内の、ゼネコンの社内の方だけじゃなくて、社外の職人さん、職長さんも含めて使われるっていうところが、一番特徴的なところになっております。で、当然ですね、電子黒板であったりとか、先ほどお話した図面。あとは検査のチェックポイントをチェックしていって、チェックしていくような自主検査のプロダクトであったりとか、あとは電子受発注ですね。こちらも、今はですね、非住宅でも一部使われ始めていて、住宅ではもう、かなり、使われている方が多いような機能になっております。みたいな形ですね。プロジェクト管理からですね、このファイナンスの管理まで、ちょっと、裾野が今広がっているようなプロダクトになっていて、ユーザーとしては全国で40万人を超えているような規模になっています。で、さらに、ボックスだったりとか、セールスフォースみたいな、サードパーティーのプロダクトとも、連携をしていまして、なかなかやっぱりそのアンドパッドだけで全てできるわけじゃないので、そういう広がりを作ったりしております。っていうのがアンドパッドのブリーフの紹介になります。で、その中で、僕のアンドパッドで、チームはこの背景もあるんですが、アンドパッド0っていうチームで、ここは0110を特にコンストラクションテックの文脈ですね、いわゆるその、先ほどの、例えば会計管理のサービスもあるんですけど、という業務管理っていうよりは、図面の機能であったり、VIM の機能であったりのような、本当に建築業界特有の機能を作っていくっていうところに特化するようなチームだったりします。で、具体的に何やってるかっていうと、これも2年ぐらい前になるんですけれども、慶応の SAS 研究所
と産学連携で、国交省のですね、令和3年度のビーム推進事業にも採択いただいたんですけど、設計ビームから、施工ビーム、まあ、そしてプレカットもですね、3D キャム、キャドキャム連携をですね、ビームから、レビットから、IFC に書き出して、それを読み込んでカットするみたいな実証実験まで結構幅広くやった物件になります。今はですね、これは社員の保養所というか、まあ、開発合宿とかをするような場所に使ったりしております。で、実際にやったところは一部ですけれども、まあ、MR レンズをつけてですね、背筋検査をしたりとか、こっちは実際にこうホロレンズでこう見てる絵なんですけど、こっち側はですね、このセーフィーさんのセーフポケット2っていう、これのタバコの箱ぐらいのですね、サイズのカメラでこう見て、かぶり圧をチェックしたりとか、でそれを遠隔で構造設計者が見て、図面上にこうチェックをして、ここちゃんと直してねみたいなタスクを振っていくみたいなことをやったりしてたのが左側になります。で右側の方は、これは監督なんですけれども、これもはですね、この左下のこの人がですね、中間検査の検査員で、ちょうどこの物件が住宅でエリア的にも中間検査免除だったので、まだ法的には了承されてないんですけれども、中間検査は遠隔でやったりしまして、実際にですね、いろいろとこれ見てくださいとか言ってたんですけど、当日はやってみると、もういつもの通り、ここ行ってください、あっち行ってくださいみたいな感じで、検査員の方がこう指示したのを監督がこうカメラ持って行って、で、これとかは構造合板の釘のピッチとかを、実際にこう当てて見ていくっていうことをやったりとかしました。この時は実際、こうピッチをMR レンズで入れてやってるんですけど、ちゃんと寸法も測りたいっていうことで、結局こうメジャー入れて、セーフィーでこう見るっていう形で確認したりとか、まあ、二重でいろいろやったりしました。あと右側はですね、これ、先進ロボティックスさんにちょっとお手伝いいただいて、彼らの中でもまだ先進的なプロダクトというところで、本当にプレステのこのジョイスティックを使いながら、遠隔でこの UGV を動かして仕上げ検査をしてみるみたいなことをやったりしてみました。これはさすがにやっぱり建築現場で住宅だと、まあ、段差もあるので、なかなか難しいなという話はあったんですけれども、やっぱりこの遠隔でカメラで見たりとかは、非常に小規模な建築でも使えるなというところと、まあ、複雑な建物でしたら、まあ、よく検証もされていますが、この MR のヘッドマウントディスプレイで見ていくのも非常にワークするなというところが見えてきました。というところが中間、アドパッドハウスってやったところですね。っていうことをは本当にこれは自腹でやってきたんですけど、でこっちは東邦ガスさん、今だと東邦ガスネットワークさんになってるんですけれども、と一緒に、共同開発をしているのが 3D スキャナーの機能 で、これは、工事をするときって、ここに今こう右側のところにこう配管を供給管というんですけど、住宅とか建築に本管のところがこうつなげていく管になるんですけど、こうやるんですけど、これって今までって野鳥でこうピッて書いたり、野鳥で線をこう書いてメモっていて、後から前輪地図みたいなものでこう図面化するみたいな形であって、この埋設状況って一応写真は撮るんですけれども、本当具体にどういう情報になっているのかってあんまり分からなかったりとか、あとこの隅切りの道路のからここまでの距離みたいなのも測ったりするんですけど、これもウォーキングメジャーでこう測ってやっていて、なかなかそのまあ精度が上がらないというかったりとか、この敷地外のこの管と敷地内の管がまた別々の業者で、それぞれがウォーキングメジャーであったりで測ってるんで、まあまあずれるんですよね。で、それどっちが正しいのみたいな話になってくるみたいなところがあって、そういうのをじゃあもう 3D スキャンで撮れば、もう明確にどっちが正しいか分かるよねっていうところを、実際にすり合わせて使っていくっていうことを今実際の現場で検証したりしていますっていうのがこちらになります。でですね、これはでちょっとこれはアンドパッドのオフィスなんですけれども、こんな感じですね。実際にiPhone ないしは iPad Pro のライダー機能を使ってこんな感じでスキャンしていくっていうのが、実際の 3D スキャンのイメージですね。この赤色のところはミスキャンのところで、こんな感じでどんどんスキャンしていくと、こんな感じですね。これはこんな感じで取れていくって、いわゆるそのアプリで皆さん使ったことあるかもしれないですけれども、いわゆる 3D スキャンになります。で、これの価値っていうのが、普通の 3D スキャナー
で、無償のものとかって自分のこのデバイスで見て終わりなんですけれども、これをアップロードしてクラウド上でメンバーで共有できるっていうところが一つ大きな価値だったりします。で、大体ここになってくると、まあ、あの仕事、ビジネスの話になってくると、有償化していくっていう形ですね。で、さらにこう、ここにもちょっとちらっと見えるみたいに寸法を入れたりとか、そのやっぱり業界に特化した 3D スキャンの機能っていうところを、まあ、随時付随していくっていうようなところです。これが今、そうです、東岡さんでやってるところだりとか、ちょっとこれまあ企業名は明かせないんですけれども、これはかなり企画化できる、物件に対して、まあ、アーキテクトに対してやってるところで、まあ、結局設計って、まあ、あの学生の方も見てると思うので分かるように言うと、まあ、そのいわゆる設計者がする設計があって、今度施工者がする設計があって、今度さらに製造業者がする設計って、大きく設計で3種類あるんですけど、企画化しているものって基本的に、まあ、同じものをそのフェーズの流度で設計していくんですよね。で、それをもう企画化してるんだったらば、最後の製造の段階の流度をバックキャストして、ここから設定していけば、コストもプラン図面も、まあ、1回で終わるだろうというところで、自動設計を、目指していくっていうところをやってるのがこのプロジェクトで、そうするとですね、まあ、営業から設計の段階でやっぱり顧客からインプットをもらって提示していくのは、やっぱあの4日とかかかるんですよね、まあ、シンプルなものでも。それがもうその場で iPad でやったり入力して、自動設計をしていくと、これはまあ連動しても、1回そのオペレーターを介しても、どっちでも。あのバッファーを考えるとどちらでもっていう話に今なってるんですけれども、変化していくことによって提案のスピードがめちゃめちゃ上がっていくと、あと見せるときに 3D の先ほどのビューアーでも見せれるので、お客があこうやってなるのねっていうのがよくわかるというところで売った、それで売った上でさらにまあ修正もまあビームで作っているので微調整可能で、でさらにこうで製造のところまでその IFC で、IFC じゃないな、レピットから、またちょっとその CAM 用の、あの、SAT かな ?SAT っていう形式とかに、また、これプログラムに返すんですけど、書き出すことによって、そのまま、まあ、CAM で、ゼロ、CAD CAM の方で、製造の方でゼロから作らなくても、それは結構そのまま使えるよねっていうところが見えてきたりとかしていて、そうすると、まあ、スピードが一気に上がっていくってところですね。あとですね、今回ちょっと、面白かったのは、これで、この施工するときに、この今、見てもらうと、この部品がいろいろあると思うんですけど、これをどこに設置するとかも、この柱状の図面を実際見ながら職人さんがこう設定するんですけど、これレーザーカッター使ってるので、最初は毛書き線を入れて、ここに設置するよみたいなのを全部設定するんですね。そうすることで、職人が、設置ミスすることも減らしていくっていうところの施工の、あの知恵みたいなところもちょっとやったりしています。で今これは実際にメリット性も、まあ、事業上あるよねっていうところが見えてきて、これからちょっと実証実験を実際の物件を作ってみてやっていこうっていうようなフェーズで動いたりしています。っていうのが、いわゆるデザインフォーマニファクチャー B4MA の世界に今やっていることですね。あとは、まあ、これは、ゼロからですね、このユニバーサルホームさんというところのトイロっていうブランドをゼロから作ったんですけれども、これも、まあ、最近こういうサービスよくあるんですけど、頑張ったのはですね、まあ、ここら辺のプランこれから増えていくんです。これは本当今年の2月ぐらいですね。こんな感じで、まあ、比較住宅でテイストごとに選ぶ、これもよくあるんですけど、この先がちょっと頑張っていて、こんな感じですね。実際に選択したものと連動して、ちゃんとこうプランがであったりが動くようになって、アクセントクロスもここのところが、結構価格がものによって、これ本物のタリとかを使った仕様で、こんな感じですね。で、ちゃんとこれが設定できて、っていうところをしっかり作り込んだりしております。はい、これはなかなかここまでやってるのは多分世界的にあんまないと思います。それぞれのサービスはあるんですけど、大和さんも、ね、デジタル展示用とかやってるんですけど、これをカスタマイズしてやれるっていうのは多分あんまりまだ見たことがないレベルで、でこれを設備をまたカスタマイズしていって、でアンドパッドがなんでこんなやってるのっていうところで言うと、まあ、これでどういうカスタマイズしてやっても出てくるんですけど、これで、近くのお店相談するっていうときに、さっきのこの URL が
ちゃんとここに入っていて送れるんですけど、この先のこのリードの管理をするっていうプロダクトがアンドパッドにあるので、ここにつなげていくためのプロダクトとしてこれは作ったりしています。っていう感じで、ここはもう結構あのネーミングから一緒に考えたりしてるんですけど、ここのフォームとかもワイヤー僕が作ったりとかちょいちょいしたりとかしていて、結構本当にしっかり作った、僕が前職こういうことよくやってたんですけれども、まあ、こんな感じのことやったりします。あとは、まあ、建築実際に JISM やられてる方だとよくわかると思うんですけど、確認申請、今回指定確認検査機関の確認申請のステータスって、まあ、大規模物件やってる方あんまり気にならないと思うんですけど、小規模で多棟をやってる場合、多棟の管理してる場合って、そのいつその物件 が着工できるかってめちゃめちゃ重要で、特に住宅とかの場合ってお施主さんに対して営業がいつ、あ、これ申請されたらいつから着工できますよって結構スピーディーに伝えなきゃいけないんですけど、このウェブシステムにみんながみんなアクセスして見るっていうのも一応アカウント持ってるんですけど、実際はしてなくて、そうすると設計者の人がこうやってるのを監督とかいつ着工するか、これで数日遅れるだけで年間何千棟とかやってるとめちゃめちゃあのコストをアップ逼迫させていくんですよねっていうところを、こことアンドパッドが連動することによって全部の、管理している物件のステータスを、一覧アンドパッドで見えるようにしていくっていうことをやっています。これは結構2年ぐらいかけて一緒に指定確認検査機関パートナーのところと一緒にやらせてもらったんですけど、今実際3機関連動していて、これからまた3、4機関連動していくような形で、これはもうどちらかというと顧客から、うちの本部店さんからやっぱ各機関に要望がいって、あの連動させてくださいみたいな感じで話をいただくようになってきていて、なんかまさにネットワーク効果がここはちょっと生まれ始めていて、非常にちょっとまだまだそのなんですかね、この場で語るには別に VIM の確認申請連動しているわけでもないし、まだまだ先なんですけど、やっぱりこういうベースがしっかりできていく先に、確認申請で VIM でやるにしても、そこのソフトウェアだったり、その時のビューアーみたいなものを指定確認検査機関さんとサポートしていくみたいなところとかにつながっていくので、まずはそのための路地を作っているようなイメージは、すごい重要な、インフラを今一緒に作れているかなと思ったりはしています。というところが、まあ、今僕がやっていることもろもろになります。いや、大変素晴らしい発表です。ありがとうございます。もともとやっぱ建築生産、職人とかの DX から、多分どんどんこう増えていって、はい、まさにそのプロダクトレベルまで、まあ、しっかり DX をつないでいこうという、なんか強い意志を感じた、あの、プレゼンテーションでした。まあ、これがやっぱり、家だけじゃなくてどんどん社会に広がっていくと多分すごいことが起こるんだなと思ってるんですけど、あの、まあ、テックの話は多分聞いていくとマニアックな話になるんで、あんまり今日は抑えてですね。あの、今井さんってもともとその設計者でやられてる。はい。ここからコンサルみたいなところに行って、また建設業界っていう話だったんですけど、ずっとやっぱりこのコンストラクションテックみたいなところに注目されて活動されてきたんでしょうか？いや、そうですね。そうでもあるし、そうでもなくて、その、アンドパッドに入る前の6、7年間は、結構何でもやっていて、まあ、建築よりで言うと、例えばローソンさん の CLT 像の、フル木造のコンビニ作ったりとか、それは PM を やらせてもらったりとか、あとはもうなくなっちゃいましたけど、なんかストア系ですけど、オイシックスさん の実店舗、初の実店舗を結構ブランドゼロから作ってやっていくとかっていうのをやらせてもらったりとか、結構建築より、あとは病院のまあ、ファサードとサイネージをクリニックのやったりとか、結構いろいろ建築もあり、あとはこのトイロもそうなんですけど、これ の、まあ、あの近しいブランドが何個かあるんですけど、それもあのブランド開発とかマーケティングとかもやらせてもらったりとかしてたりとか、建築よりですね、うん、ですけど、一方で、なんだろうな、フィットネスクラブの、そのフィットネスってこういろんなこうなんていうエクササイズがあると思います。あれってパッケージ売りしてるんですよ、はい、あのパッケージのブランド開発とか、それを売ってる会社のコーポレートブランディングとかしたりとか。なるほど。やっぱりブランディングって書いてありましたけど、そういったところを起点にいろんなビジネスをされていたっていう。そうですね、やっぱりブランドを作ると結果、はい、あの
その上にある事業の戦略とか作ることになるので、それで事業開発がメインになっていったっていう感じです。うん、なんか、もともとやっぱり設計会社を出るときもそういうビルというか、個人的にやっぱそういったところを広げていきたいとかがあったんですか？そうです。もともとそうですね。なんかその、まあ大学入ったときから、まあ建築とビジネスを、まあ建築って結局、あの実務を特に大手でやられている方は非常に、うん、あの、共感してくれると思うんですけど、なかなかあの思い描いてたようななんか自由に何でもできるじゃなくて設計の仕事誰が決めてるかっていうとお金払う側とか事業サイドですね、うんうん、なんかじゃあまあもともとそっち側もできないと本当に自由になんかそのインパクトのある設計はできないなと思っていて、うん、でそれでそっちただそっちサイドから入ってもなかなか建築側にそのまま行くのって難しいので建築ちゃんと学んだ上で体験した上で、まあ、そういう事業サイドをしっかり見たいなともともと思っていたっていう感じですかね。でそれで、まあ、自分でやっていく中でそこはある程度できてもう一回ちゃんと事業として建築業界に対して、うん、あのこう業界自体をこう底上げできるようなことをやっていきたいなと思ってアンドパッドにジョインしていて今のうちのチーム元僕のアンドパッドゼロってチームも10人ぐらいいて半分ぐらいは元現場監督で、うん、へーやっぱり同じような、なんかやっぱり世の中、こう、業界変えていきたいんだけれども、なかなか今、現場、自分の現場を良くするだけなかなか広がらないので、うん、もっと、あの、違うアプローチがないのかって言って入って、うん、入ってくれてるメンバーも結構何人かいたりしますね。素晴らしいですね。その視点でやっぱり DX を推進するっていうのが、非常になんかこう、皆さんのスイートスポットに当たってるような気がしました。はい。ちなみにあの、なんか、もともと、あれ、池田県でいいんでしたっけ？あ、僕は、SUC ではですね、そうですね、建築家バンさんに教えてもらって、はい。はい、なるほどですね、はい。なんかこう、建設のデジタル化みたいな、やっぱ、BIM とか IFC とかいろんな言葉が出てきましたけど、はい。やっぱり、これは DX やっていくと、そういったところから逃げられないと思って、その辺は、あれですか？その業務をやる中でどんどん学んでいったっていうね。そうですね。なんか大学時代はどちらかというと、まあ、今ではもう、今だったら違うんです。僕らの頃はむしろそのバンさんとかには、3D 使うなって怒られて、そうなんだ。どちらかというと模型をしっかり作って、はい、スタイロじゃなくて段ボールとかで作ったりとかっていう、はい、超、まあ、本当にオーソドックスな建築の教育を受けていて、はい、やっていて、でどちらかというと大で会社に入ってからもうまあそんなに 3D って推奨されてなくて当時で、まあ、どちらかというとそのオペレーターさんに作ってもらうみたいな状況だったんですけど、うん、僕が入った頃ってそれで、まあ、海外の仕事をずっとしていて、うん、その中でやっぱりそれだと回るいいもの作れなくて僕はドバイ1年ハノイに中国あベトナム2年中国3年とかやってたんですけど、うんやっぱり国際コンペとかやっていくと、やっぱりすごいいい、提案がいっぱい出てくるので、まあ自分でやっぱり、モデリングしないと無理やなという感じになって、まあね、まあ LINE でずっとモデリングしながら作るみたいなことをやっていて、最後の方にレビットを触り始めたぐらいですね。なんかそれはやっぱりスピード感とか、まあ、パラメトリックなデザインっていうのが、やっぱり国際的にもすごくインパクトがあるっていう。当時まだまだ少なかったので、僕も本当グラフィッパーとか本当に、はい、あんまり触れてないんですけど、でもやっぱりなんか、なんていうんですかね、そういう世界観がやっぱり当時まだもっと、まだまだ10年ぐらい前新しくて、うんうん、よかったですね。でもやっぱり SOM とかコンペで当たると、ええ、やっぱり超ディティールのあるファサードの 3D とか、ええ、まあ、ありものコンポーネント作ってるんですけど、多分、出てきてて。提案書で見せてもらった、はい、いやこれ無理だなみたいなの当時思ってた覚えがありますね。それでやっぱり考え方のプロセス、ツールを使った思考のプロセスが違うっていうことになるんですかね。なんでやっぱりなんかまあなんか今ここに見てる人には恥ずかしいかもしれない話ですけど、まあ、2D でずっと CAD を作ってた身からするとやっぱり 3D にして3次元的にものを見ながら設計できるっていうのはすごい最初斬新だったし、なんかそれをやっぱり仕組みを考えて作っていうのがパラメトリックなデザインだと思うんだけど、はい、うん、まあ、そこもまた一段階やって、なんかそれぞれのこう面白みというのがなんかどんどんあるんだろうなと思ってます。まあ、
建設、まあ、デジタルっていった点はそれで分かったんですけど、一方で、その、ブランディングみたいな、コンサルティングみたいな業務にチャレンジされたっていうところは非常にユニークだなと思っていまして、はい、これはあれなんですか、建築会社でそういったナレッジを学ばれて、建築の会社、じゃなくて、その後の2個目の会社に、まあ1年ぐらいしか入ってないんですけど、はい、そこが、名前は変なんですけど、CIA っていう会社で、そこが、まあ、クリエイティブ・インテリジェンス・アソシエイツっていう、略なんですけど、上島コーヒー店とか、はい、あと、青山フラワーマーケットとか、あと、飛行機のピーチとかのブランドゼロから作った、はい会社で元々会社にもちょっとな、もうかなり古い、はい、40年ぐらいの老舗なんですけど、ええまあ、そこでやって、まあ、それで僕はそこでオイシックスさんのお仕事とかやったんですけれども、うん、なるほどね、まあ、そういったナレッジも身について独立をされてみたいな、はい、そこで本当にゼロからブランドを立ち上げるとか、はいまあ、それプロジェクト知り合いになるとやっぱり事業を一緒に考えるみたいになってきて、うん、やっぱなんかそうですね、そういう方が面白いなって、うんこういうようになって、あまり業界問わずでいたって感じですね、はい、そこからは。ありがとうございます。まあ、でもほら、コンストラクションテックっていう文脈からすると、まあ、一時期すごく流行って、今も流行ってるんだと思ってるんです。で、今井さんみたいなビデオを持った方がいっぱい出てきて、まあ、どんどん下から支えていっていただければなと思うんですけど、ちょっと、まあ、俯瞰してみると、まあ、アンドパッドさん、ある種一強的に走られてるような見方とかしてるんですけど、どういうイメージですか？やっぱり、まだまだ、全然、その、先ほど40万ユーザーみたいな話があったと思うんですが、はい、ポテンシャルとしてはやっぱもっと大きくて、もっともっと行くのか、みたいな、見立てがあれば。まだまだだと思いますよ。ユーザーさんの中で、やっぱり職人さんが今、半分ぐらい多分いるんですけれども、はいなんかやっぱりそれで住宅の業界が職人さんっていう人はまだ使っていて、はい、ゼネコンさんになると、まあ、他のサービス見てもらうと分かるんですが基本監督までなんですよね使うのってでしょ、まあ、なんだっけCCS とかそういう全員登録しなきゃいけないものとかは当然使われたりしてるんですけど安全性処理系のやつとかあるんですけどでもやっぱりそのコミュニケーションをちゃんとやっていくっていう観点ではなかなかやっぱり非住宅の領域ではまだまだ職長職人まで使っているサービスってなくてそうするとやっぱ情報が途切れちゃうんですよね、うんうんうん、なんで今やっとですねここ1年ぐらいでそのゼネコンさんでも地場のゼネコンさんとか、はい、自分大手 のところで、まあ、職人まで1回使ってみようかっていう動きがやっと動き始めたりとかしていて、まあ、そうするとやっぱり全員が現場に関わる全員が、まあ、その KY でもここ危ないよっていうところが、はい、パッとそうすると共有できるわけですね。なんかやっぱ朝礼で共有されるとか、はい、限定的なところじゃなくて、場合によってはそれが現場横断でパッと共有することもできるようになっていくので、なんかそういう世界って、なんか全然今までと違うところだと思っていて、非住宅の現場でいうと。そうですね、でかつそれが、なんかそういうツール自体入れてない会社も。まだまだ半分以上あるので、それを考えると、なんか本当まだまだ一部の方たちが入れているだけ、使っていてるだけっていう状況かなと思います。まあ、ちなみにやっぱり、まあ、非住宅はなんとなく僕もその領域にいるので、はい、なかなか難しいところはあるような気がするんですけど、はい、逆に住宅系で、まあ、小さい工務店とかすごくプレートしそうじゃないですか。まあみんなスマホ持ってますね。はい。だからその意味で今あまりこう、あと一歩導入までいけないって言ったところは、どういうところの課題感があったりするんですか？やっぱコスト的なところ？コストっていうよりは、そうですね。やっぱりその経営、住宅の好き、工務店さんとかになると、やっぱり経営者の意思がやっぱ一番大きいかな。逆になんか、ノリノリで何でもいっぱい入れてる会社さんもそれにいるんですけど、やっぱり、手堅く、なんですかね、現場の進捗を見える化して、はいうん、さっき の確認申請のステータスの管理とかも、うん、結構今までってもう聞くしかなかったりとかスタッフに、はい、自分で全部一個ずつ見たりしなきゃいけなかったわけですよね機関に見に行って、うん、それがちゃんといつでも見えることによって進捗がやっぱり管理できるっていうところはすごく大きくて、うん、そこの価値をそこに課題を感じていてそのソリューションとして、まあ、採用していただくっていうところの、まあ、意思決定をしてくださる会社さんはどんどんなんか、うん
どんどんツール入れていって、この間も、これはちょっとリフォームの会社さんだったんですけど、お話聞いている中では、その来店してから、まあ、その見積もり出すまでの、あの時間軸を、その経管、まあ、セールスフォースみたいに営業管理するツールもあるので、それでどういう問いが、あのお客さんでとか、全部情報をまとめて、あのパト上で。で、それで見積もり作るチームが見積もり作るんですけど、やっぱり提案のスピードと精度が上がって、でやっぱりあの制約率が 1.2 倍とか4倍になったみたいな話があって、そういう形であの情報をまあ見える化して共有することで、うん、あの本当に経営のレベルが変わっていくっていうところが今住宅側ではもうすでに起こっていて、で非住宅だとまだそこまではいってないんですけれども、やっぱりただあの例えば検査周りを、うん、あのクラウド上でやれば、みんな今までって清書係がいて、うん、それぞれ あのエリアで分けられて、それをまとめて清書してって、1日かかったのが、はい、まあ、数時間で終わってしまうみたいな、クラウド上でやれば。そうで、ね、で一回経営すると、うん、これいいねってなるんですけど、やっぱりその、はい、行くまでが使ったことない人たちは、まあ、今まで通りでいいわけなので。そっかそっか。まあ、でもそうは言ってられなくなってくるですし。そうですね。まあ、うん、来年からは、そうですね、あの働き方改革のもう話もあるので、ね、うん、ただまあそれもまだなんですかね、見てない人も会社さんもそれなりにいると思うので、はい、どうですか。まあでもやっぱり追い風があって、で、まあ、どんどん時代も変わってくるでしょうから。で、一方であのちょっと最後にお伺いしたいなと思ってたのは、建設に行く研究会みたいなのもやられてるじゃないですか、はい、でやっぱそこをある種こうトップダウンで変えておくような動き、これをなんかやっぱ始められてるっていうのはすごく特徴的だなと思っていて、はい、なんか業界の声を代弁してるみたいな、なんかさすが。いえいえ。やっぱそこの課題感、やっぱその業界とか皆さんの思いを変えなくちゃいけないっていったところは、どこから始まってる、そのアクティビティなんですか。そうですね、やっぱり一社の、まあ、その、なんていうんですかね、仕組みをやっぱり変えていかないと、うん、あのいけないなというのところはあって、まあ、サービスだけが良くても結局それがあの例えば確認し、さっきの中間検査であったり完了検査も結局どれだけデジタルツール便利になっても、いや現場行かないとダメですよって言われたら結局できないわけですよね。とか、まあ、これは規制とかそういうのが、あ、そうです、そういうところを変えていくときに、なんかいちいち事業者の声じゃなくて、同じ悩み課題を感じている事業者が集まって声を上げることによって、うん、やっぱりそのまあ、議員の先生方であったりとかも含めて、やっぱりなんか聞いてくれるんですよね、話を。なぜならそれは民意であるから。で、僕らの場合はそういう 場に、実際のユーザーの、まあ、工務店の方であったりとか、ゼネコンの社長さんが、あの地場ゼネコンの社長さんをお呼びして、実際にこうですよっていうのを伝えてもらうようなこともして、やっぱり そこら辺の生の声ってなかなか、あの、国交省の方であったり、議員の先生方も聞けないので、うん、あの、まあ、声の大きい業界団体の方とかはこう、当然、行くんですけど、はい、やっぱり、地場の方たちの話なかなか聞けないので、はい、そういう話を、うん、こう伝えるような機能として、いたりしますね。面白いですね。なんか、いや、もう2年ぐらいやってらっしゃいますよね。はい、だから、いろいろ、あの議員だけじゃなくて、国交省の加入を巻き込んで、一応、いろんなところにロビングしてるっていう感じです、ね。まあ、まあ、そうです。勉強会をやらせてもらってるっていう感じですかね。はい。手応えとしてどうですか？やっぱり、実際に何かこう、結局、あれじゃないですか。まあ、いくら勉強会しても、やっぱ動かない保証がなくて、私は結構、その、はいはい、半民半官的な組織にいたりするので、動かすためのいろんな施策とかを考えるって言われてはいるんですが、はい、実際そのどういうアプローチが一番いいのか。例えば、まあ、建設 DX、あれ、研究会っていうのは、はい、ある種勉強会ではあるので、その業界のコンソーシアムではないわけじゃないですか。はい、はい。なのでやっぱり継続的に、まあ、それをこうやっていくような機能ではないと思ってるんですけど、はい、何か本当に社会にこう実装していこうとすると、ここにコンストラクションテックの分野って、なんかこう協調領域本当はありそうなんじゃないかと私は思ってるんですけど、いろんな会社がこうわわわってやられてて、はい。そうですね。はい。何かこうなったらいいなとか、あの、ご意見があったらぜひ伺いたいなと。そうですね。やっぱなんか、この間も、うん、この間というか、半年ぐらい前ですかね、
窓、窓リフォームの助成金が結構な額出たじゃないですか。はい、あれとかも、まあ、その何社か、まあ、僕らもそこは、あのそれこそあの一緒にやらせてもらっている 東大の前先生も出てもらって、はい、なんか意見出したりとかしていて、でそれも伝わっているし、なんかまた別のまさに業界団体さんからも同じような内容を伝えていて、うん、なんかその、なんていうかな、で結果そういう動きになっていて、まあ、はい、各社が多分 何人かいると思うんですよ。何団体いるとか、そういうところはね。うんうんうん、でなんか結果とはなんかみんな自分の手柄だみたいなところはあると思うんですけど、でもなんか一方でなんかいろんな人が同じことを言ってるってことは、それは重要だっていうことになるので、そうですよね、はい、まあ、団体って一人格になるので、なんかまとまってなんか大きな声になるっていうのも一つあると思うんですけど、はい、今みたいに複数の声が別の角度で入ってくる状態っていうのは、まあ、その事業環境と一緒で、はい、比較的健全なんじゃないかなと。そうか、そうですね、確かに、はい、まあ、集まらなくてそれがもう進むんであれば全然いいかなと思っていて。そうですね、あの RX コンソーシアムでやったような、はい、うんうん、もうなんか一大派閥みたいになっていくのも、ね、まあ、あそこはあそこでこう話聞かせてもらうとなるほどなるほどもいっぱいある、はい、あれはあれですごい勉強になってるんですけど、僕らも入らせてもらって、うんうん、いや、まあ、なんかでもアンドパッドさんみたいなところはリーディングしていただけると周りもね、すごく行きやすいところがあると思いますので、我々としてもすごく応援したいな。僕らはそういう意味では、あの、まあ、その団体ごとの人格ないしはポジショニングがクリアになってもいいと思っていて、うん、僕らなんかスタートアップが何らか発信するときは、この X 勉強会、うん、研究会などができればと思っていて、はい、それぞれの立場でのまあ正しさであったりがあると思うので、はい、わかりました。ありがとうございます。はい。これ、じゃあ、ちょっと最後に質問なんですけど、はい、あの、結局、まあ、今回の紹介いただいたサービス、プロダクト、そして建設テックもそうなんですけど、結局やっぱデジタルのナレッジみたいなところがすごくあるじゃないですか。はい。で、この業界にはやっぱり、BIM とか、そういったナレッジを持った方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、一方でなかなかこう、DX というか、デジタルナレッジの、なかなかこう、身につけるっていうのが進まないっていう方がいらっしゃる。はい。はい。御社、まあ、今チームは10人ぐらいっていう話をしてるんですけど、はいはい、結局そういった教育とかって何か、もうやっぱりもう自分でそれはこういろいろ取捨選択してくるような方がいっぱい揃っててなんとかなってるのか、それともやっぱり自分からしっかり取っていくような、はい、なんかシステマティックにそういった勉強していくのかみたいなところがもしあれば。基本はそういう意味では、そうですね、基本はオンザジョブ。オンザジョブで。インプットは。ただ、あの、いつも重要視してるのは、まあ、なんか、それなりに若い方が見ている前提というと、はい、やっぱりその、まあ、転職とかすることもあるし、はい、そうじゃないにしても、やっぱりその、まあ、と、まあ、やっぱり転職かなんか、新しいことをやるときに、一番僕ら重要視してるのはアンラーニングっていう企業で、やっぱりその、これまでこうだったからこれでいいじゃなくて、はい、なんか、全然違うんで、特に、あの、はい、例えば、ゼネコンから、あのスタートアップに入ってきたり、はい、大体違うんでスピード感も。そうですよね。うん、まあそこを、いや俺今までこうだったみたいになってる人はなかなかこううまくいかない。それだからインプット増えても結構引っ込まないんで、そこがやっぱり大きくて、特にまあ同じ会社にいてもやっぱりそのオートキャドからちゃんと、はい、あの 3D に行くのか、うん、レビットに行くのか、でさらにあのちゃんとパラメトリックを学んでいくのかみたいな、それって今までできてたからいらないっちゃいらないんですけど、興味持ってやっていくっていうその姿勢とその柔軟性みたいなところは、うん、まあやっぱり重要で、それが年を取るほどやっぱり、うん、減っていくので、僕は、はい、もうねアラフォーなので気をつけていますね。いいですね、アンラーニング。やっぱり若い人ほどやっぱそれをどんどん学んでいってほしいというか、本当に。なんだろうな。まあ、死ぬほどやっぱり新しい技術出るけど、結局プロダクトを考えて予見みたいなところから、どんどん新しい手法を探っていくような人材が求められるってことですよね。そうですね。やっぱそういう意味では、そう、分析力大事ですね。分析力。はい、そういうナレッジを身につければ御社に帰れるということ。いえいえ、あの、そんな大したものじゃないです。いえ、ありがとうございます。はい。それではごめんなさい。なんか、だらだらといろんなことを喋ってしまったんですけど、本当にあの、今井さんのこととか、音声のナレッジとか聞けてすごく良かったです。やっぱそういった企業が日本というか、その建設テック業界を変えていくんだろうなと思いますので、今後もぜひ、いろんな活動をしていただければと思っております。いや、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。失礼します。はい